ボートレース住之江の第38回グランプリはこれより SG 必見の勝負がけバトルで、まずはシリーズ戦の順位参考レースの第1弾で第8レースの順位優勝戦です。さあ目立った風もなく穏やかな競争水面上で並び1二差4号6と枠なりで並びそう。まず1号手の関博也、人気の中心、今回2度目のシリーズ戦で SG 初優出なるかの人気の中心、1分前。2号艇寺田翔、シリーズ戦3度目の優出なるかです。3号艇の岡崎康弘、2年ぶりの優出なるかとなっています。そしてあと4号艇で松井茂、 SG69 回目の優出なるかです。5号艇の吉川元博、シリーズ戦3度目の優出なるか、動いていきました。そして6号艇の瓜生正義、2年連続の決勝進出なるかとなっています。さあこれで1、2、3がスロー、4、5、6のダッシュ、枠なりで3対3に分かれて絶好のプールコンディションです。穏やかです。さあまずは1号艇関博也、シリーズ戦の優勝戦の1番乗りなるか、注目の準優の第1弾で第8レース12秒進が回っています。さあ前提が進入してまいります。1番、2番、3番、4番、5番、6番、枠なり3対3、1秒今スタートしていきました。このスタートはわずかに内側から1コース、2コース、3コース、1、2、3がスロー勢が出ていきます。逃げる1号艇関、握った3号艇ブロックされて、この2号艇流れて4番、5番、6番でバックスイッチ、あっさりとバーツは押し切った。1号艇の関博也、 SG 初優勝へと向かって先頭、人気の中心。さあ2番手の次に3号艇、6号艇、接戦状態、あとは4、2、5となっています。なおスタートは正常でした。ラインナンバーク、まずトップは1号艇の関博也、2番手の次ですが6号艇、ったところをさばいてくる3号艇ですが、さあ2番手の次は3号艇と6号艇の3番、6番接戦もわずかに3号艇、レーサー2周目とあります。現在は3号艇の岡崎ですが、その後から6号艇の瓜生が倒れて、3号艇、6号艇判定審査、2周目で出したマーク、内から突っ張って3号艇の岡崎に回る、外から全速で1号艇に握ってきますが、うまく持ちつけた。3号艇の岡崎が2番手の層に競り勝って、3番手、6号艇で上位が1、3、6になってまいりました。ここで3号艇と6号艇、1艇審から2艇審査、あとは4号艇の松井で後方5号艇、2号艇の順になっています。ライターマーク先頭だけが抜け出した、軽快に1号艇の関博也、2番手争いは3号艇の岡崎康弘、3番手6号艇ここで近くて4号艇ですが、まあ、今度は6号艇と4号艇差が縮まってまいりまして、3番手争い最終周回エンド入ります。さあ現在は6号艇の瓜生ですが、1艇身から2艇身で4号艇の松井が差を詰めてまいりました。最終周回ライターマークは先頭1号艇、2番手3号艇、3番手6号艇瓜生回ってところ4号艇の松井が攻めてきまして、さあ松井が届くかどうかですが、現在は6号艇の瓜生上位変わらず1、3、6、あとは4号艇、5号艇、2号艇の順になっています。さあ1号艇の関博也、優出、1番乗りの SG 初優出、そして2番手は3号艇の岡崎康弘はこれでシリーズ戦は2度目の優出、最後の直線コース3番では6号艇踏ん張って瓜生で1、3、6、まもなくゴール、先頭1番ゴール、3番ゴール、6番ゴール、4番ゴール、5番ゴール、最後7番がゴール。